女の子ですけどね。食事の時間を夜11時ぐらい、お水だけの時間を作ってほしいです。お水だけの時間、はい、食事がない時間、はい、要は1日24時間じゃないですか、はい、24時間のうち、食事を置いとく時間を10時間、はい、そうすると残りの14時間は水だけで、今は多分24時間ご飯置いてあるでしょ、はい、だからいきなりこれにしちゃうとかわいそうだから、はい、まずはあの水だけの時間、はい、水だけの時間、水だけの時間をまず1時間、はい、2時間、4時間、8時間、12時間、14時間と、まあ1週間ぐらいかけてね、うん、食事がなくて水だけの時間で、残りの10時間は思いっきり食べてもらう、うん、でこれは続けてですよ。例えば極端なんです、朝の10時から夜の10時までこの時間はご飯を置いといて、これは別に夜から朝までしてもいいんですけど、隠してるのも取っちゃうと思う。そう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 、で なんでそんなことを やつを言うかっていうと、あの時短時期っていう言葉聞いたことあります？ファスティング。あ、はい、ね、ファスティングするとですね、何が起こるかというと、体が飢餓状態になるわけですよ。飢餓状態になると、体の内臓機能を落とさないように血流が良くなるんです。血流が良くなると、薬もよく効いてくれるし、うん、それから、もっと言うと、例えば頭が良くなるとかね、血流が良くなるとか。いろんな効果、内臓の機能もアップしてくるし、いいことが期待できる。ただ大抵の子は24時間をやるから、いきなりそれしちゃうとびっくりしちゃうんでね、徐々に、うん、そういう断食効果、こちらに人間で、ね、流行ってるというか、流行ってるまでは言わないけど、そう、もともとさ、まあジャンガイアハムスターの野生はありえないけど、野生動物でご飯食べてない時間帯が多いじゃないですか、ね、で1日のうち24時間のうち食べ物を探してやっと見つけて食べる、ね、そう1日食事の時間なんて1時間もあるかないかぐらいかな、まあ、でもこの子をそこまではする必要ないんだけど、うん、女の子だったら10時間、男の子だったら8時間食事の時間、残りのね、14時間とか残りの男の子は16時間を水だけにしておくと、その血流がアップして体脂肪も安くなってくるだろうし、確かにちょっとぽっちゃりしてますもんね。でだけど脂肪分が多いものとかさ、タンパク質をやった方がいいから、この子に栄養を取らせて、要は腫瘍ってさ、悪性だとがんじゃないですか。がんでなくなるのってがん人ってさ、人間の場合でもそうだけど、がんによって食べれなくなって痩せ細ってきて、がん性悪液質って言うんだけど、痩せ細って免疫力が下がってなくなっちゃう。だからなんとか痩せさせないようにしてやることが大事かなと思うんですよね、うん、まあこういう切り断食ってこともやれるんだったらやってください。それからそう、薬が嫌がるんだったら、薬の味はでもそんな嫌いじゃないよ。嫌いじゃないです、もう口に垂らしたら普通に飲みますよね。確かにこれがそれまでの工程がこれがね、うん、だからさっと持てるといいんだけどね。確かにこうですよね。この親指を前足の間に持ってって、人差し指と中指で軽く頭を押さえて立てといてるんだ。でこの前後に食べさせて、飲ませて、もう一回食べさせてあげると。うん、まあ迷ってるならそんな無理にやることはないと思いますから、その代わりこの観察表を続けてください。ちょっといっぱい買ってらっしゃるから大変かもしれないけど、これが検査の代わりになりますんでね。だから手術するっつっても、この健康チェック表で体重が維持されてなくて、うんちの数少ないから私も手術はしませんから、うん、で手術するって一般状態が良くて、うんちがたくさん出てて体重も維持されててだったら、いつでも手術ができますから、うん、慌ててすることはないとは思いますよ。うん、で様子見るにしたってさ、少しでもその腫瘍の成長を遅らせるためにね、お薬飲んでいただいたりとか、で薬の効きも良くするためにブラッシングしてあげたりとかね、あのマッサージ、それから その食事の時間もちょっとあの短くして、お水は絶対ないとダメですよ、はい、水は24時間ないとダメです。じゃないと脱水しちゃいますので、ね。はい。
じゃあこれでちょっといいです？やってみてください。もしするなら最短としても次の週に決めるかどうかですよね。この健康チェック表の結果、うん、まあ、次の週でもその次の週でもいつでもいいです。それからもう一枚出しておきますか。できたらね、ノート作ってください、この子用の。それで書いてもらえると。これコピーあります？大丈夫です。コピーがあればコピーしてそれ使ってもらったんです、はい、だ確かだったら金もいっぱいかかってるでしょ。だからちょっとでもおかしいなという子はすぐそれつけてほしいんですよ、体重と運動の数、うん、そうすると早く発見、なんか異常が発見できるから早く相談してもらえるんじゃないですか。そうすると、まあ、早く治療ができるかなと、治せれるかなという気がしますね。まあ、ひとまずじゃあ、内科でね、行きますからね。だけど、まあ、よく相談していいかっていうんだったら、この24時間のうちの数がちょっと知りたいですね。ない日があってもいいんですよ。数えれない日は別に開けといてもらっていいんですけど、数えれない日は、1日2回ができなかったら1日1回だけにしてもらえればそこで24時間の価値が出るかなと思うんですけどね。でも多分ね、ジャンマリアで、まあ、みんながみんなじゃないけどうんち食べちゃう子結構いるんですよね。そうなってくると体重ですよね、うん、が大事になってきますね。私手術それとここでさスプレーしてるじゃないですか、これ実在化 T3 コインっていう液体なんですけど、もしつけてもらえれば T3 オイルっていうのは木の油でね、人間の話なんですけど、オーストラリアの原住民の人が怪我したり皮膚病になったら木の油を塗って治したんですよ。そこをアメリカの先生が見て作ったアロマでもありますね。それからあとコンディショナーとこれ保湿剤です。保湿してあげると皮膚のバリア機能が上がってくるから皮膚病にもなりにくいし、あとその腫れてるところはさ皮膚がもう相当薄くなるじゃないですか。そのうち破れちゃうかもしれないんですよね。だからそこにこの保湿剤と T3 オイルスプレーのこういうちっちゃい点眼瓶に入れて出しますから、こういうだから一二滴手につけて吸い込んでくる、体に塗ってあげて、それからブラッシングしてあげると、そうそう、お腹の方の特にお腹の腫瘍とかでも触ると痛がるかもしれないから、そうやってあげないといけないんだけど、それも絶対ご褒美あげてからやるから、そのご褒美あげて、で保湿と T3 をちょっとすり込んでもらって、またご褒美あげる、1日1回ぐらい、うん、1日1回でも、もし可能ならここだけは2回やってもいい、全身は1回でもいい、これも出してあげていいですか、この大きいのじゃ多分使い切れないので、はい、じゃあ保湿剤と T3 オイルのボトルも出しますね。余談なんですけど、はい、